コアコさんのお誕生日ということで、はい、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。イエーイ。ペアチケットでもう一人の、うん、ライブチケット、そう、歌具合があるようだったら誕生日を祝おうって形だったんですけど、こんにちは、ラコです。ということで、まこわこさんのお誕生日ということで、はい、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。イエーイ。双子愛検証ですね。うん、双子の誕生日にそれぞれにディズニーチケットが1枚だけゲットできたけどと伝えたら、双子のもう片方を裏切る、裏切らない。で、今回ディズニーチケットっていうのは、まあ、実は具体的な話なんでちょっと後で説明しますけど、テーマは双子愛検証で誕生日ドッキリを仕掛けます。で、2人の誕生日に片方には内緒でもう片方にだけしかいい出来事がないとなったら、まこわこちゃんはどうするのかを検証していきます。だんだんいい出来事のレベルを上げていき、レベルごとに2人の様子を見ていきます。さっき言ったディズニーのチケットっていうのは実はレベル4。まあそれ以外にも4つあるので、そこで裏切るか裏切らないかっていうのを見ていきます。僕たちの中では2人は裏切らないと信じて、最後までお互いがお互いを裏切らなかったら誕生日を祝います、はい、ちょっとね、それぞれ別の場所でちょっと一人一人に仕掛けていこうと思います、はい、なんであのドッキリ仕掛けた後にお誕生日祝うサプライズも裏切らなかったら用意してるので、一応タンプレ用意してます。レッツゴー。相談っていうのが、一緒じゃん。そろそろ誕生日じゃないですか。バルデイ、またこっちかと。違う、まず言うと、誕生日が近いところで普通に誕生日企画を撮りたいなって思ってまして、今回の誕生日企画は普通にお祝いする予定なんだけど、誕生日のプレゼントの件で若干相談が、まず撮影するのは来週なの、誕生日もうサプライズとかでもないから普通にお祝いしようと思ってるんだけど、僕とかロコちゃんとかお母さんもちゃんとそれぞれに対してタンプレ普通にあるわけです。実は今回ちょっとそこ以外からのプレゼントも結構あるんだけど、それをちょっと動画内でどう扱おうかなっていう相談があって、バナの会社あったじゃん、誕生日の話した時に、誕生日まこわこちゃん近いんですよ、一応まこわこちゃんって言ったつもりなんだけど、タンプレがいただいたのがね、あのルビーのネックレスなんだけど、誕生石、7月のルビー、それ1個。でもこれもらったから動画内で紹介はしないといけないんですけど、1個。ネックレス2人で1個するわけみたいな。そう、ちょっとこれどうしようかなって、まず1個。それはどういうやつなの？同じもの買えばいいじゃん。それおかしい。だから2人でバナナの神様からもらったのが1個だったけど、それを2人で使ってくださいねみたいに言って2人で使えばいいじゃん。2人で使う。そう、あ、2人ですか。じゃあくまで2人兼業としていただいた、うん、じゃあどっちかのものにするとかじゃない店からしようか、うん、誕生日プレゼント用意してくれた、うん、そう1個しかないから、どういう感じで紹介しようかな、うん、動画でアホちゃんのだけ用意してて、後からマコのがあるから、アコちゃんに先に渡してつってアコにあげればいいんじゃない？先にアコに渡して、後であるから入れようつって、うん、で、別に、こっちでも別に別に大丈夫なくてもいいから、アコがあるなら、え、じゃあいいってこと？うん、じゃあそれ普通にアコちゃんに譲るって感じですね。うん、それは大丈夫か、うん、外食ないのもあるっすね。外食店、あ、誕生日当日ご飯、どこ、え、食べに行くの、ご飯どこ行きたいの、何食べ行きたいの、タンじゃない、
これさ、まこちゃんにもこの前聞いた、まこちゃん寿司っつって。どうしようかって。あ、こわかんない。まあいいよ、別に寿司でも。あ、そう。誕生日プレゼント、タンって言っといて、どっか一人の人。牛タン。って言っといて、誕生日プレゼント、牛タンでいいから、牛タンくださいって言っといて。誕生日、なんか何欲しいのって聞かれた。牛タンらしいよって言ってくれた。めっちゃ美味しいやつ。やっぱりくらいしいやつ。え、それさ、その寿司屋で開けんの。牛タン開けんの。あ、ちょっとそれダメなの。オッケー、分かったクリスマスプレゼントでしょ、じゃあ半年後ね半年後ね場所どこがいいかな、何食べたい場所、え、それってみんなそのスタッフさんも一緒に食べるってこと、そう、スタッフさんたち、でもなんかでも大阪に行った時、京都、うん、泊まるところでご飯食べる、うんうん、あそこでめっちゃ楽しかったから、そういう感じでなんかパスタとか何でもあるところで個室でみんなでワイワイしたい、ああその方が楽しいと思う。スイちゃんとかも来るんでしょ、うん、スイちゃんとかもいいんじゃない、個室の方が。あこちゃんにもさっきあの相談聞いたね、あ牛タンがいて焼肉がいいらしい、うん、まあ別にいいんじゃない、どっちでも、うん、じゃあ、焼肉、うん、何でもいいよ、まこ、あ、そう、同じような形でもらったやつだっけ、誰からも、まこわこちゃんに誕生日プレゼントですっていう風にもらったんだけど、それも1個じゃないと、まあそうなんですよ、内容が普通に1泊2日で箱根の旅館に泊まれるみたいなチケットで、部屋で食べてるんですか、お母さんと、あともう一人大人と子供、そう、露天風呂ついてるから部屋、あ、ここが行くか、ここが行くか、それともここが行っちゃう、あんただねでもそれももらったものだから一応動画として紹介したいんだけど、どういう風にしようかっていうのをちょっと悩んでて、じゃあマコにルビーのエクスを入れて私がもらう、あのママと一緒に行くから箱根ちなみに夜ご飯の話はマコちゃんに相談したんだけど、ルビーと箱根のやつはまだマコちゃんに言ってなくて、知らない。旅館は動画に出さずにまだまこちゃんにも話してない状態だから、別にあこちゃんが行きたいんだったらあこちゃんだけっていうのもできる、そう、行かなきゃ分かんない、絶対バレるでしょ、いつもしないんだよ、別にあこ行かなくても別に、あ、そうなの、うん、あこんなに、あ、でもあ、全部行きたい、2泊3日、一泊で増えた一泊二日友達行ってもいい、じゃあ大人と子供で、子供なんで箱根の旅館に小学生二人で行くんだ、じゃあだって二人で行くんだったら魔法子ちゃんの時計でしょ、別にいいよ行っても、誰が、魔法が、あ、そう、だって別に取れ、絶対取れないわけじゃないでしょ、絶対取れないわけじゃない、普通にだって夏休み2回取ればいいやん、ママと魔法、ママとアコ別でと、それは一旦そのやつは動画としても別にまこちゃんに譲るって感じだ、別に、ペアチケットでもう一人だ、もう一人、大人一人子供一人なの、そう、ああ、アコが行きたい方と行けばいいんじゃない、まこちゃん行かなくていい、なんで、だってもったいない、露天風呂とかあるらしい、もったいない、部屋でご飯食べれるらしい、もったいない、もったいない、もったいないってどう、えまこにはもったいない、ええまだあと2人で行きたいとかないの、行きたいけど、
誕生日だからアコの妹だし一応お姉ちゃんだし。じゃあママとアコが行ってもいいの？別にどうぞ、アコが行きたい方と行けばいいんじゃない？あともう一個ちょっと相談が、これはあの外部のやつじゃないです、こっちのミスです、うん、はい、ディズニーのチケットをタンプレとして渡そうと、はい、予約取ったんです、はい、一人場所からなかじゃあ、よく聞いて、厳密に言うと大人は2枚取れました、はい、お父さんお母さん、はいはい、子供がちょっと一人関係で行くもん、なんか言っていい別に、あ、そう、うん、関係も立ってんの、立ってしょそう、してたらどうする、いやいや、いけるいける、大丈夫、全然いいです、どうぞどうぞ言ってください子供一人だけで誕生日ディズニーみたいなチケット、それってプライベートで行くの、それとも企画で作っていくの、いや、プライベートで行く、取れたら取るの、取れたら取る、もちろん、今だから一応こまめにチェックはしてない、1月の下旬でしょ、うん、で、マコもアゴと一緒にさ、お友達と行くのが、別にそんな合間はないから、どうしよう、行ってきてくださいって感じで、アコが行っていいの、別にチケットがあったら行きたいけど、そう、うん、なかったら別に OK、 で、ちょっとラストがね、実はちょっと大きい話で、うん、それが、ね、12月なんですよ、12月？ 12 月に使えるチケットなんで、うん、何の、これはあの保護者1名、小学生1名のやつで、うん、で、あの、うん、チケットを取れまして、大人1人、子供1人しか取れない、なんでそれ、違う違う、枠がその1枠しか取れなくて、うん、未成年の場合、親御さんと同伴でっていうところで、その1枚、その1セット あるんですけど、それをどうしようかなっていう、ラブ行きたいラブ行きたい、これ一つ言うと、これはアコちゃんには相談してます、このちょっと動画撮って褒め出すと大変だなと思って、聞いておいた方がいいかな、行きたいけど、アコの方が好きな、いや、来てない、来てない、行きたい、でもかわいそうだよね、あ、行けなかった、隠していくか話し合って、でも2人で1人、2人でチケット2人で1人なわけじゃないかな、そうですね、まあ譲りたい気持ちもあるけど、ちょっとこれはチャンスがないかもしれないし、あ、チケットほぼ取れないもんね、これから先取れるかもわからないし、ね、そうなんですね、じゃあそれは一旦どうするかちょっとまだ考えましょうかね、一旦ね、じゃあちょっと一旦ライブチケット、そう、ねえ、ちょっとそれは私に消して、本当に消して、もう絶対私、絶対私絶対私、私が一番、ちょっと、ちょっと、ちょっと、待ってて、私が ちょっとなんか一旦どうしようかな、これ相談した方がいいな、これもはいはい、それは私が行くべき、絶対私が行くべき、どうする、これもだからそもそも席ってどこら辺、席普通、まだ発表されてない、まあでもおそらく普通のところです、私が行くべき、リコも譲った、これこそさ、箱根とかさディズニーとかみたいにさ、お金払っていけるもんじゃないじゃん、あ、そうそうそう、ディズニーは毎回取れる、アコも毎回取れる、全然取れない、そうだ、本当に取れないから、今回はもうガチ、これ1回きりだから、ちょっとどうしようかって、
絶対私行くべき、私が行くべき。これそもそも今まこちゃんに言ってなくて、多分これあこちゃんだけ行くみたいなこと結構揉めるじゃん。だからそもそも動画に来て出さないって言ってもありなんですよ。出さなくていいじゃん、隠れて隠れていく。隠れたらどうするね、行ってきてくれ行った後で、うん、事故だったらいいってこと。手は違う、ここ譲んないの。譲ってるじゃん、私が一番推し勝ちしてる。マコも好きじゃん。いや、あの人の愛より私の方が愛聞いた。それは黙ってるか、黙ってた方がいいっすよ。黙ってて、本当に黙ってて。じゃあ OK、 じゃあ薬にしようよ。はい、そう。ということでね、ありがとうございましたということで。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで演唱させていただきました。はい、双子愛を検証させていただきました。ちょっと やってしまったなみたいな思い当たる節はございますか？ありません。でも僕的にはまこちゃんの方が全然いい。あこちゃんはもう最後忘れてましたね我を失ってた。我を失ってましたね。踊りまくってた。そうですね、踊りまくってましたね。ということで、一応今回検証で双子愛が最後までお互いあるようだったら誕生日を祝おうって形だったんですけど、まあ、双子愛はあったんですよ。結果ありました。クリアとしてね、ちょっと誕生日プレゼントをね、渡していきたいと思います。マジで、マジで用意してあります。イエーイ。あ、ちなみにちょっと渡す前にちょっと先に言ってきたいのは、今まで言ってた5つ全て嘘です。嘘です。ライブ 10回分かどうぞ。はい、まこちゃんから開けましょうか。ちょっと見せてもらってもいいですか？すごい。じゃあアディクションのアイシャドウということで。どこに見えるの？はい、目袋とか上。おお、まこの方がなんかちょっと茶色ピンクっぽい。なんかあ、ほんとだ。大切に使ってくださいね。ありがとうございます。そこ見えするまで。ありがとうございます。はい、こっちね。そうそう。ありがとうございます。かこさん、はいはい、あー、まこさん、え、これキャリーケースつけられるの？あ、何にでもつけれる。ステッカー。あ、ステッカーいいですね。引っ越するからさ。そう、あのロコマカー合計無事引っ越しすることが決まりました。え、すげー。はい、正解。まだ割れてたよ。え、割れてます。ちょうど割れてます。なんすか？携帯のさ、あー、カメラのやつね。はい、すぐつけ、すぐつけ、すぐつけ。かわいい充電器。あー、いいっすね。すごいっすね、数が。中学生にもすぐなるからね。そうっすね、勉強もするかなと思って。あと関係、関係。あ、そうそうそう。次、5級に向けて。はい、これあれ縛るやつ。あ、コード縛る。あ、いいっすね。憧れの自分たちの部屋ができるわけだから。あくまで自分たちの部屋。これ重要です。重要です。なぜかわかります。はい、今度わかります。はい、おかわいい。おー、え、なにこれ。ヘアミルクとかリップバームとか、はい、ハンドクリーム、美容セットみたいな。そう、美容セット。ジルシチュアートのやつ欲しかったの。言ってたね。ローズ好きだよね。うん、ローズ大好きなんです、匂いが。めっちゃ上がる。そうそうそう。ヘアミルク。ヘアミルクね。はい、いいじゃないですか。全部さ、なんか一個一個が可愛い。いいね。可愛いんだ。はい、じゃあ行きますよ。せーの。かわいい。びっくりした。はい。M と A だよ。お。前も揃え。長い時間使えるかな。はい。ありがとうございます。これはまこちゃん。ちなみにもう全部そのセットになってました。待って、アイシャドウ2個目。はい、じゃあマスカラとリップとアイシャドウ。アイシャドウ。セリママ、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。おー、あ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 ー、憧れの小さい黒い財布。おー、で、まこちゃんのちょっと赤の差し色が入ってると、あとちょっとロゴというか、まあ、ちょい小さめにしてる感じです。
アコへお誕生日おめでとう。アコはバカ真面目で頑張り屋さんで、たまに頑張る方向を間違えちゃったりするけど、人のために頑張れるアコをとっても尊敬してます。最近好きな人がいて、その人の話をすると照れてるアコもめちゃめちゃ可愛いよ。どことも恋話してね。これからもだらしない姉だけど末永くよろしくね。改めて12歳のお誕生日おめでとう。素敵な年になりますように。大好きだよ、ロコより。はい、いいですね。マリカさんは恋話しません、私は。マコへお誕生日おめでとう。マコはロコと性格似てるから、めちゃめちゃ喧嘩するしぶつかること多いけど、たまにマコがロコってニコニコしながら来てくれるのめちゃめちゃ嬉しいよ。いつも何もお姉ちゃんらしいことしてあげられないけど、何か困ったことがあったらロコが何でもするから隠さないでちゃんと話してね。これからもたくさん喧嘩すると思うけど、ロコはマコ大好きだよ。改めてお誕生日おめでとう。素敵な年になりますように。ロコより。ありがとうございます。はい、マイピー読んで。なんで、じゃあ一人がいいか。アコへ、アコ12歳のお誕生日おめでとう。もう12歳ですね。いつもお手伝いやロコマコのお世話本当にありがとう。アコには本当にいつも助けられています。末っ子なのに頼ってばっかりでごめんね。6年生になってクラス替えをした後のアコさんは毎日が楽しそうで生き生きしてるね。小学校生活最後の1年を思いっきり楽しんでるのが伝わります。本当に良かった。でも自分が充実しているからってそれで終わりじゃない。アコに最近とても感動しました。悩んでいるマコに対して自分のことのように向かっていってる姿を見て、あーやっぱ双子で良かったなと心から思いました。うちでは年中喧嘩して罵り合ってはいても、ちゃんとマコのことをいつも心配していて守ってあげている姿を見て本当にびっくりしたし、アコがいるからマコも大丈夫だなと安心しました。人がいると調子に乗っちゃって自分を見失いがちだけど、そんなアコでもママの自慢の娘です。最近は聞こえないふりをしたり返事をしなかったり、あれどこと思うことも増えてきたけど、マコと同じでそれも成長の証なのかなと思っています。真面目に見えて何気に片付けが苦手だったり、物を出しっぱなしへやりっぱなしなアコさんですが、ここもちょっとずつ変わってくれたらなと願っています。これからも家族仲良く元気に大きくなってくれたらママは言うことないです。12歳のアコがたくさん笑っていられますように。アコ大好きでお誕生日おめでとう、ママよりということですね。おー、ありがとうございます。マコへ12歳のお誕生日おめでとう。マコがもう12歳だなんて信じられません。今でもニコニコ私を見てって笑顔を振りまいていた赤ちゃんの頃のマコを時々思い出します。本当に可愛くて可愛くてたまりませんでした。周りに流されず自分の意思がちゃんとあるマコ、人の意見に左右されないマコをすごいなと思っていたけど、最近は年齢も上がってきて悩むことも出てきたね。何があってもロコやアコ、ママもパパもちゃんと味方でいるから、マコはマコらしく強い気持ちを持ってありのままでいってほしいです。小学校生活もあと半年、春からは中学生だね。そうなればまた学校生活もガラッと変わると思います。マコらしく楽しい毎日を送れるようにママも全力でサポートするから、大きな気持ちでいてね。いつもママの隣にいるマコ、最近は口答えしたり反抗的な態度を取ることも増えてきたけど、それもまた成長の証なのかなと思っています。12歳のマコの笑顔がたくさん見れますように。マコ大好きでお誕生日おめでとう、ママよりということですね。ありがとう。じゃあちょっとそれぞれ最後に一言ずつね、ちょっといただいてお願いします。はい、今年は YouTube ももっと頑張るようにしたいし、いろいろ挑戦していく一年にしたいです。はい、YouTube 面は寝ないで、もうすみきとも寝ないもさあね、その寝ないでね、前の日はちゃんと寝るとか、あ、そうだね、ちゃんと決めて、素晴らしい。 YouTube 面では面白く頑張っていきたいなと思ってます。本当に素晴らしい。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。こちら。はい。返事をしてほしいです。はい、返事をします。はい。聞こえないふりをやめてほしい。聞こえないふりもやめます。調子に乗るのもやめてほしい。調子に乗るのもちょっとやめます。カズマも片付けてほしい。